広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。はい、おしゅくんのナップルです。ライチメカワです。木村健一です。本日は6月16日に発売のポケモンカード151カードファイルセット2種を発売前に開封していきます。イエーイ、やったー、嬉しいね。楽しみですね、うん。モンスターボールの方と不思議バナーリザードンカメックスの方があるので、まずモンスターボールの方から開けていきます。はい、ということで口とだけうち、まずこっちのモンスターボールの方を開けていきたいと思います。見てください、右側にプロモカードがね3種類入ってます、うん、キラキラですね。こっちにモンスターボール柄のカードファイルが入っています。裏側こんな感じになってます。で、拡張パックとファイルのセットでコレクション楽しもうって書いてあって、ここに内容物も書いてあります。プロモカードとカードファイルと、あと強化拡張パック、ポケモンカード151が5パックと、あとカタログポスターが入っています。パック開けれるのも楽しみだね。楽しみ、うん、じゃあ早速開けていきたいと思います。はい、こんな感じになってます。下の方にねカタログポスターも入っていました。じゃあまずこっちからね開けていきたいと思います。よっ、ご対面です、ね、カードファイルも入ってて、うん、はい、中にね拡張パックも入っています。じゃあまずプロモカードから見ていきたいと思います。見てください、もうめっちゃ可愛いですよ、みんな、可愛すぎる、ね、これ表情がどれもね本当になんかつぶらな瞳がもうたまんないっすわ、うん、どれもねパックに収録されてるのとはまた違う技をね持っていますね。じゃあ不思議種から見ていきたいと思います。はい、まずこれミラー仕様なんですよ。モンスターボールの柄、はい、この絵柄がもうめっちゃ柔らかくてすごい素敵ですよね、かわいい、絵本みたいですよ ね。なんだか釣られて不思議種をやってきちゃいましたかわいい、かわいいね本当に不思議種好きなんですよ私、うん、欲しいですこれ。はい、続いて人影です、うん、いやこれもねミラー可愛いですよ ね。洞窟の中を探検してる様子ですかね、うん、ね、ポージングがねたまんないです。めっちゃ可愛い、なんかこうよいしょみたいな手のね置き方が可愛いですね、うん、なんか野生味を感じますね、うん、はい、そして最後デニガメです、うん、いや可愛いこれね、この自然の感じがすごい綺麗でいいですよね、うん、水がさめっちゃリアルじゃないね、この水面のなんか揺れ方とかそういうのが本当いいですね、綺麗、うん、パシャッパシャッと歩いて遊んでる感じ、うわ一緒に遊びて、頭のつるっとした感じめっちゃ好きなんですよねこのツヤ感いいですよね。じゃあ続いてコレクションファイルの方を紹介していきたいと思います。見てください、もうポケモンがね勢ぞろいでいっぱいいますよ、ここにいっぱい、はい、で裏面もこういう風にいっぱいいますもん、これ150匹いるのかな、ねね、全ポケモンのシルエットがあってね、いいですよね、うん、ね、そして背表紙なんですけど、おお、ここにここにミュウいますよ、本当だ、え、めっちゃデザインおしゃれですね、うん、いやこれちょっとさみんなの好きなポケモン探してみようよ、うん、確かに確かに、探そう、ちょっとライチュウいます、ライチュウ、ライチュウはいるかな、あ、いた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 、いましたいましたいました、え、ここにいますよライチュウ、いいね、めっちゃわかりやすいねシルエット、ね、たけし見つけた、自分の好きなポケモン、うちはあ、ここにブースターがいます、おー、ブースター、はい、どこどこどこかなここにいました、お、ナナプル好きな、うん、不思議だね中こんな感じになってて最大80枚収納することができます、うん、コレクションがはかどりますね、ね、そしてここでよいしょカチンとしまうことができます、うん、パカパカ開かなくていいですね、ね、続いてパックの方開けていきたいと思います。 お楽しみですね、うん、じゃあいきます、あ、プリンですよ、ふみふみです、かわいいやつね、はい、そして石つぶて、げんこつ、げんこつはされたい、うーん、やぶさかではないはい、あ、かわいいね、パラス、お、カラカラですわ、ミラシアですね、お、いいね、うん、続いて、おボロニャン X、 いや嬉しいけどマジで、超かっこいい、このわかります、爪の感じがたまんないです、うん、こんな近距離で見ることあります、ボロニャンの爪、確かにないですよ、これめっちゃ開いてるね手が、ね、かっこいいこれ、いいな、はい、はい、エリカの正体です、美しい、うん、らしい。なんかタケチは欲しいポケモンとかいるんですか？僕は、あ、でもニドキングとかニドリーノとかやっぱり当たってほしいですね、好きなんですよね、なるほどなるほど、うん、あ、エレブマジでかっこいい、これ手にピカ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 って、うん、こう集まってる感じというか、
今電気をこう吸い取ってるんですかね。なんかかっこいいですよね。かもしれないね。うん、うん、おーあーすげえ、やったアートレアですわ。うわー、お腹の上にポッポが塗ってる。これこのディグダのみたいな顔してるの可愛すぎませんか、これ。どしたんみたいな。これめっちゃいいです。これ道にいたら通れなそう。伝えちゃってるよね。そうそうそう。ほのぼのしますね。のどかですね。うん。次がシャワーズ。あ、美しい。熱湯師の渦潮も強くていいですよね。うん。うん、白龍、うん、なんかわかります、タイムラプスみたいな感じでこう、ね、光が。線になってるの、これめっちゃおしゃれですよね、うん、いいね、色ですね、うん、お、緑いいなもね、僕好きなんですよね。おー、嬉しいね、うん、嬉しいです。で、カラカラ、うん、あ、ニドラもす、いいですね、いい傾向です、マジで、うん、ニドリーノとウォーキングに出会えるのかという、はい、欲しいですね。お、ゴロワット、これもね、ミラー仕様のやつですね、うん、こんなに大口開けてるのがやっぱり、ね、僕好きなんですよ、ゴロワットなんかいかついよね、うん、このゴロワット、ね。お、ガラガラですね。ガラガラ、ね、アズマオート、うんうん、出た出た出た、すごい、マジで嬉しい、ニドリーノ、うん、この角、わかります、ここが好きなんですよね、うん、いや、たまんねえ、ニドリーノ、本当に、うん、あのニドリーノ好きの皆さんもね、ぜひ今本当に画面の前でうんうんって言ってると思いますけど、はい、同士のね、皆さんが、いや、マジで好きです、ニドリーノ、嬉しい、うん、お、お、いいかしら、これ、これミラー仕様じゃないですか。ミラー仕様だ、ミラー仕様、はい、うん、いいねこれ、あ、いいですね、うん、これね、ゲンガー、いやこれイラストいいよな、このイラストマジで好きなんですよね。なんかニュってさ、体が伸びてる感じがいいね、ポーズよくない、ポーズめっちゃ可愛い、ちょっと可愛いね、うん、いやこれ色使いもね、本当に個性的でいいですよね、うん、おお、ゴースト、ゴースト、ちょっと並べたい、マジで、うん、え、いい、これね、特製ね、ひと玉返しでサポートを手札に加えさせて、うん、ゲンガーのポルターガイストで大ダメージ狙うっていうのが強力なんですね。うん、イラストの世界観が両方いいですね。ね、並べて飾りたいですよね、うん、このキャタピーのイラストめっちゃ良くないですか、うん、かわいい、ね、かわいい、目がキュルルンってしてますね、なんかメルヘンな感じがしていいですね、うん、うん、あ、ケイシー、これも僕好きです、ね、私も好き、ね、リアリティがあって、お、ポッポ、うん、ポッポ、ポッポ、あ、これもミラー仕様ですね、うん、いいね、おー、やばー、来た来た、すげー、サンダイ X ですわ、やばー、かっこいい、かっけー、電撃がほとばしってますね、ね、こう、僕本当にあのポケモンの爪とかが好きなんですけど、うん、ここのサンダーの爪見ることあります、こんなにないですよ、なかなか、ね、カードならではというかね、うん、すごい大きく見れるのは嬉しいよね、うん、ね、いいですね。そして、あ、キングラーですね、うん、うん、あ、ニドクイーン、嬉しいね、すごい、いっぱい出るね、ニドクイーンとか、ニドリーノ、ニドリーナとかね、はい、口ドラゲージこんな感じでした。はい、続いてカタログポスター見ていきたいと思います、うん、それ広げたいと思います、ね、お、ワク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 、お、じゃーん、すげー大きいな、ね、めっちゃ大きいですよね、いや、この不思議だねから、このミュー EX までこう順番に並んでるのがめっちゃいいですよね、うん、本当に150匹ね、ずらーって並んでて圧巻ですね、うん、ね、ぜひ皆さんもね、飾ってみてください、うん、続いては不思議花リザードンカメックスの方を開けていきます。ファイルにね、不思議花とリザードンがおりまして、うん、あ、ここに草タイプとノータイプと水タイプのエネルギーマークある。うん、いいですね。ね、じゃあ開けていきますか。はい、こちらもプロモカードと、あと、うん、カードファイル、そしてポケモンカード151とカタログポスターが入っております、うん。プロモカードとカタログポスターは先ほど紹介したのと同じものが入っています。ということでね、このファイルを紹介していきます。はい、見てください、この大胆なデザイン、いや、いいですね、不思議花がいるよリザードもね、かっこいいですね、ね、かっこいいですよね、うら、おー、いや、かっこいい、これポージングよ、ね、この構え方がもうたまんないですね、カメックス、あとよく見るとね、モンスターボールがあったりとか、うんうん、あと、ゼニガメとかね、カメールのシルエットもあったり、リザードこっちにいるんですね、ね、もういろいろいますね、ね、表にはあ、不思議なでと、不思議そう人影がいます、うん、そしてね、ここはこんな感じになっております、うん、鮮やかでいいですね、うん、こちらもですね、開けるとこんな感じでカードが収納できるんですが、こちら80枚カードを入れられます、うん、
で、ここのね、黄色いゴムでパチンと締めればパカパカ開かないという感じになっております。はい、そして5パック開けていきます。では5パックいきます。サンドです。はい、何、なんか何隠してんだろうね。おやつとかでしょうか。かわいい。お、二度のメスだよ、さきち。好き、マジで。横顔こんな感じなんだね。ね、かわいいですね。うん、なんかふっくらしててかわいいですよね。ね、丸いですね。うん、そしてスリープ。あ、いいですね。なんか7プラ狙ってるポケモンいますか。うん、やっぱ不思議だね。うん、うん、不思議だね、当たるといいですね。うん、あと、エリカの正体とかかな。うん、はい。うん、お、ニドリーナ。おー、いい。あ、ミラー仕様のやつですね。いいですね。いいですね。うん、ゴース。お、これも、これもですね。うん、これもですね。これもです。かわいくない、なんか。かわいいね。え、でもなんか表情良い。どうなってるのか分からなくて、ね、どういう空間なのかとかね。いいですよね。窓がバーッと開いて、窓ガラスも割れてて、うん、外がちょっと混沌としてる感じがします。悪い空気が入ってきてるような、何って感じがね。想像膨らみます ね。ブースター、あー、好き、ね、ブースター好きです、ね。うん、これポージング可愛くない ね、うん、食べ残し、うん、バリアード、うん、オーラフレシア、あ、いいですね、満開のやつ ね、うん、ラプラスも優雅に泳いでおります、はい、うん、ゴーリキーもね、この夜空の下でトレーニング中でしょうか。山どつき、山どつきって日本語すごいな。山でどついてるってことかね。ピカチュー、はい、古びた貝の化石、うん、カラカラ、バチュー、メタモン、あ、いい、これさ、イラストめっちゃいいよね。いいよね。このなんかちょっと端っこの方でね、うん、いいよみたいな。いいよ、どうです。もう技名のね、センスもいいですよね。ね、ベロリンガ、あ、ベロリンガ好きです。ベロベロパイの、ね、興味をね、下で取ってますね。はい、あ、待って、待って、やばい、やばい、すごいよ、え、すごいよ、やばい、持ってるよ、不思議だね、ヒントじゃん、あとは、熱い、え、めっちゃすごいよ、めちゃくちゃ嬉しい。え、もうなんかこのね、木陰のとこにスヤスヤと眠っておりますね。え、持ってますね、すごい、やばい、興奮しますね。不思議だね、もう喜びですね。嬉しいよ、いいやつ、ライチも当ててくれよ。確かに、ちょっとあとね、数枚ですが ね、ここからいきますね、うん、そして、はい、え、やばっ、やばっ、ミューン X のスペシャルのミューン X、すげえ、衝撃がやばい、うわ、すげえ、すごい、実物の光り方、うわ、なんかこのさ、ミュウの周りがさ、ちょっと色が薄くなって浮き出てる感じしますよね。めっちゃいい空の温かみというか、ね、色合いが綺麗、太陽が光るわ、ね、太陽の光り方たまんないですね、これ、うわわわわってね、こう下はね、なんか街並みになっていて、うんうん、いろんなね、ことをしてる人がいますね。絵柄がポップで素敵ですよね、うん、うわ、上見いっ、うまくしゃべれないよ。上見上げてさ、ミュウがいたらたまらんよね。ねえ、なんか下のさ、男の子とかさ、ちょっとミュウと目あったのかな、この見つけちゃったかな、確かに、うん、このね、アイス持ってる偶然の発見みたいな、うん、確かに、え、やばっ、ねえ、うわー、めっちゃいいですね、かわいいですね、ちょっと運命的な出会いをしてしまいました、すげえ、すごいな、ね、高まりましたね、うん、そしてナナミの手助け、うん、そしてパルシェン、はい、って感じでした、やばい、すごい、さっき当てたカードね、一部をちょっと入れてみちゃいました、おー、すげー、いやー、たまらん、この色合いのなんか感じもいいな、ね、ちなみに不思議だね、不思議そう、不思議花がもう、まあ、みんな一番好きなんですけど、うんうん、その次ぐらいにミュウ好きなんですよ、すごいよ、本当に嬉しいですね、うん、もう出会いたまらん、こうやって出会ったカードを、まあ、記念にといいますか、一緒にね、ファイリングしていくのもいいんじゃないでしょうか、うん、はい、ということで本日は6月16日に発売するポケモンカード151カードファイルセット2種を開封していきました。はい、この動画が参考になったなって方はぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバーイ、バイバーイ。